こんにちは、ニンテンドーレビュアーのケントです。今回は後悔する前に知っておきたいニンテンドースイッチの取り返しのつかない要素を紹介します。僕はスイッチを発売日に買って以来楽しんでいるんですが、何度か取り返しのつかない失敗をしてしまったんですよね。その結果数千円、下手をしたら数万円も損をしてしまうことがありました。そこで今回は僕の失敗を再現 VTR という形で面白おかしく紹介していきますので、皆さんのお役に立てたらいいかなと思います。この動画を視聴することでスイッチライフがより豊かになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本題やっていきます。新しいスイッチ買っちゃった。データ移行したし、前のスイッチは押し入れにしまっておくかな。久しぶりに前のスイッチを起動してみるか。あれ？つかないぞ。バッテリー切れかな。まあいいや、充電するかな。あれ？つかない。ちょっと任天堂のホームページ見てみるかな。え？ゲーム機などに内蔵されているリチウムイオンバッテリーはあまり長い間充電も使用もしていない状態が続くと充電できなくなることがあります。半年に一度は充電してあげてください。だって？あーしまった。ずっと放置してたわ。久しぶりにスイッチ使おうと思って充電してみたら、放置しすぎて充電できなくなってしまった。スマブラのファイターパス、アマゾンで買っちゃった。ダウンロード番号を打ち込めば、これから配信される新しいファイターが使えるようになるんだよな。でも、今は他のゲームにハマってるからスマブラはちょっとお休み中なんだよな。ダウンロード番号を打ち込むのは今度にしよう。お、マインクラフトのスティーブがスマブラに参戦するの？やったー！じゃあこの前買ったダウンロード番号を打ち込むかな。ってあれ？おい待てよ、3000円もしたんだぞ。あ、しまった。ダウンロード番号の有効期限は購入の150日後までだったんだ。スイッチソフトのダウンロード番号打ち込むのがめんどくさくて150日以上放置していたら有効期限が切れて無効になってしまった。デビルメイクライトリプルパック、安かったから中古で買っちゃった。このゲーム、プレステ2で発売されたデビルメイクライ3作がまとめて収録されているんだよな。あのスタイリッシュなアクションがスイッチでも遊べるなんて、いやーいい時代になったな。早速遊ぶぞ。あれ ?1 しか収録されてないぞ。あ、そうか。2と3はダウンロードコードを打ち込まないとダメなんだな。早速打ち込むとするか。あれ有効期限が切れてる。買ったばかりなのにおかしいな。ダウンロード番号の有効期限、2022年2月20日までだって？しまった！中古で買うんじゃなかった。ダウンロード番号を打ち込むパッケージソフト、中古屋で買ったら有効期限が切れてた。またまた新しいスイッチ買っちゃった。これからはこいつをメインに使っていこうかな。じゃあ1台目は友達に譲るから初期化するぞ。はい、初期化完了っと。息抜きに新しいスイッチでポケモンレジェンズアルセウスやるかな。あれ？なんで最初からなんだよ。せっかくすべてのポケモン捕まえたのに。あ、そっか。スイッチオンラインのセーブデータ、お預かり機能を使って前のスイッチのセーブデータ、ダウンロードしてないんだった。じゃあ一旦やめて、セーブデータをダウンロードするかな。え？このソフトはセーブデータ、お預かりに対応していませんだって？うわぁ、しまった。何でも預けられるもんだと思って1台目の本体、初期化してしまったぜ。スイッチオンラインのセーブデータ、お預かり機能に非対応のソフトがあると知らず、古いスイッチを初期化したところ、新しく買ったスイッチにセーブデータを引き継げないソフトができてしまった。モンハンライズ、220時間以上プレイ。スマブラ SP、1510時間以上プレイ。いやー、壮観だな。プレイタイム眺めてるだけで気持ちいいぜ。またまた新しいスイッチ買っちゃった。今度はセーブデータ、ちゃんと引き継げたし、いつものようにスマブラやるかな。あれ？スマブラ SP が少しだけプレイ？おかしいな。1500時間以上は遊んだはずなんだけどな。っていうか、モンハンライズも少しだけプレイになってるじゃん。なんだよ、新しいスイッチにプレイ記録は移行できないのかよ。フレンドにちょっとしか遊んでいないと思われるの嫌だな。2代目にデータ引き継ぎしたら、プロフィールから確認できるプレイ時間が正しく反映されなくなった。今日も動画作るかな。よし、完成。YouTube に投稿するぞ。よっしゃ。1時間に2万回以上も再生されたぞ。これはすげえことになりそうだ。息抜きにスプラでもするかな。今日はやけにフレンド申請が多いな。うわ、勘弁してくれよ。てかなんでこんなに来るんだろう。今日投稿した動画で何かやったっけ。あ、しまった。
フレンドコード隠さずに動画出しちゃったからみんな申請してくるんだ。バズった動画でフレンドコードを誤って公開したら、フレンド申請がしょっちゅう届いて大変なことになった。まあ、フレンド申請を受け取るをオフにすればいいか。でもこれをやると、このアカウントのフレンドコードを一般公開するのは二度とできないんだろうな。まあいいや。任天堂プリペイドカード買っちゃった。みんなに自慢したいから、ツイッターで購入報告するかな。よし、投稿っと。どんだけいいねつくかな。いやー、楽しみだな。さて、忘れないうちにコード入力しておくかな。あれ？使用済みだって？おい、どういうことなんだよ。あ、もしかして、ツイッターで写真晒したのがまずかったんかな？ツイッターで任天堂プリペイドカードの購入報告をしたら、ダウンロード番号が映っていたせいで、誰かに使用されてしまった。今日は新幹線乗るから、暇つぶちにスイッチ持っていこうかな。水も持っていかないとね。っていうか時間ねえ。急げ。さて、遊ぼうとするかな。っておい、濡れとるやんか。あー、ハードケースに入れておけばよかった。スイッチを裸の状態でカバンに入れて出かけたら、一緒に入れていた水がこぼれてしまい、スイッチが濡れてしまった。スイッチの箱邪魔だな。ゴミの日に捨てるかな。あれ、スイッチ動かないぞ。まだ買ってから1年も経ってないのに。まあいいや、任天堂に修理を依頼しよう。保証期間内だからね。まあ無償で直してくれるだろう。もしもし、任天堂サービスセンターです。あ、すいません、ケントですけど、スイッチが故障してしまいましてね。保証期間内なんですけどね。はい、それでは保証書はございますか。あ、保証書ですか。あ、どこやったっけな。保証書は箱の底面にございます。え、箱の底面。うわー、マジかよ。この前スイッチの箱捨てちまったわ。スイッチの箱を邪魔だと思って捨ててしまったら、保証を受けられなくなってしまった。逆転裁判 1,2,3 なるほどセレクション買っちゃった。このゲームシリーズ3作を収録したパッケージなんだけど、セールで1681円だったんだよな。いやー、得したぜ。でも大逆転裁判 1&2 も欲しいんだよな。もう一回 e ショップ見てみるか。え、なるほどレジェンズコレクション。逆転裁判 1&2 と大逆転裁判 1&2 がセットで、今ならセールで3984円。バラで買うよりもお得だって。うわー、マジかよ。両方欲しかったのに片方だけ先に買っちまったよ。ちょっと返金できないかな。何？利用規約に記載されている通り、一度ご購入いただいたダウンロードソフトや追加コンテンツの返品、払い戻し、譲渡はできませんだって。うわー、しまった。700円くらい損しちゃった。任天堂 e ショップで安くなってるソフトを1本ずつ買った後、セット割で安くなってることを知ったが、時すでに遅しだった。何？任天堂 e ショップで海外でしか売られていないゲームがあるだって。よし、海外アカウント作るか。これでいいかな。あとは e ショップで買うだけだな。あれ、ゲームニュースに海外の情報も流れてくるようになったぞ。なんかやったっけな俺。あ、そっか、この前海外アカウントを作ったんだった。あー、日本語のニュースだけを見たいのに困ったな。スイッチの海外アカウントを作成したら、ゲームニュースのタイムラインに海外の情報も流れてくるようになってしまった。あれ？勝手に動くぞ。おかしいな。ジョイコン壊れたのかな？まだ買ったばかりなのに。まあいいや、分解して直そうっと。あれ？直ってないぞ。まあ、任天堂に修理を依頼するかな。保証期間内だから、まあ無償で直してくれるだろう。え？分解したら保証サービスを受けられなくなるの？しまった。分解するんじゃなかった。保証期間中にジョイコンを分解してしまったせいで、保証を受けられなくなってしまった。スイッチの容量が少なくなってきたな。マイクロ SD カードでも買うかな。4GB、32GB、256GB、2TB。いろいろあるな。まあ安いし、32GB くらいでいいかな。いけ、容量が少なくなってきたな。もっと大容量のやつを買うか。よし、今度は 256GB のを買ったぞ。あー、また容量が少なくなってきたな。もうこうなったら奮発して 1TB のやつを買ってやるよ。マイクロ SD カード代をけじって容量が少ないやつを購入したら、すぐにパンパンになってしまい、容量が大きいやつを新しく買う羽目になってしまった。そういえばカービィのゴールドポイント受け取ってなかったな。ゴールドポイント貯めておくとダウンロードソフトを安く買えるからさ、受け取らないと損なんだよな。え、有効期限切れだって？
しまった、買った時にすぐ登録しておくべきだった。パッケージソフトを買ったらマイニンテンドーゴールドポイントをもらえるのに1年以上も忘れていたせいでもらえなかった。なんだこれ、フィルムついてる。邪魔だから剥がすかな。よし、剥がせたぞ。え？ニンテンドースイッチ有機EL モデル本体の画面には有機EL ディスプレイが破損した時に破片が飛散するのを防ぐための飛散防止フィルムを貼っています。剥がさずにそのままお使いください。飛散防止フィルムは強く貼っていますので無理に剥がすと元に戻せません。また貼り替えもできませんので画面を傷や汚れから保護したい場合は画面保護シートをお使いください。だって？しまった、有機EL モデルの飛散防止フィルムを間違えて剥がしてしまい元に戻せなくなってしまった。以上、スイッチで取り返しのつかないことでした。最後のやつはフィクションですが、それ以外のことは僕が実際に起こしてしまった失敗談です。割と起こりやすいこともありますので、皆さんが同じようなことにならないよう、今回の動画がお役に立てていただけたら嬉しいですね。最後に告知させていただきます。現在、僕のツイッターではゲームに関する質問を受け付けています。スイッチでじっくり遊べるソフトはないの？とか、おすすめの任天堂ゲームを教えて、とか、気軽に質問してください。概要欄にツイッターの URL を貼っておきますので、よかったらフォローしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。バイバイっくー。